景観を良くしたり、これからもですねこうした形で皆さんにご意見をいただきながらですね、皆さんが親しめるそういった城山にしていきたいと。伊木市長は今日の定例会見でこのように述べ、6月定例市議会に樹木の撤去費用2300万円を盛り込んだ予算案を提案し、夏から秋にかけて現場に置かれた伐採木を細かく切り刻んで山から下ろし撤去することを明らかにしました。米子市は国の史跡である米子城跡を整備するため、今年2月から3月にかけて広い範囲で樹木の伐採を実施。伐採後に現地に置かれていた樹木について、一部の市民から景観を損ねているなどと指摘されていました。このため米子市の伊木市長は先月末、自ら現場に出向き、今後の対応について検討を進めていました。伐採した樹木の中には薪ストーブなどに使えるスダジイなどもあり、需要があれば一般の希望者に提供することも検討しているということです。